少し休憩を取らせていただきました。はい、今のアナウンスで、車なんだか私のかなと思う方いらっしゃいませんでしたかね。はい、大丈夫ですか。はい、進めていきましょうね。さあ、それでは、参りましょう。続きましてエントリーナンバー7番スピーナエリカさんです。どうぞ。さあ、それではエントリーナンバー7番スピーナエリカさん、自己紹介自己 PR をお願いいたします。はい、かーい薄よ中華のミラ、皆様こんにちは。エントリーナンバー7番スピーナエリカと申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。私のスピーナという名字はルーツはイタリアにあるのですが、イタリアでは沖縄の金城さんや比嘉さんほどとても馴染みのある名前でございます。父がフィリピン出身、母がうちなんじでありますが、私の生まれ育った島はここ沖縄でございます。大学では国際言語文化学科を専攻し、日々英語の勉強に励んでおります。アルバイトでは外国人のお客様の多いレストランに勤め、接客やコミュニケーションを通し日々柔軟性も学んでおります。私の特技は6歳の頃に始めた空手道で、今年で継続17年目となります。高校生の頃の九州大会では優勝、そして全国大会では5位という結果を残すことができました。空手を通し一つのことを成し遂げることの大切さを学ぶこともできました。私は大学生になって沖縄空手以外の他のことにも目を向けてみたいと思い、その時に出会ったのが琉球泡盛でした。機会が多くあって泡盛の女王を目指すことになったのですが、泡盛歴は3年目とまだまだ飲みつけてはいません。若い世代の方々と、そして泡盛をまだよく知らないという方々と共に学び合いながら泡盛を広めたいと強く思っております。私は空手道を通し人前で表現することには自信があります。泡盛の女王になりましたら、たくさんの方々に泡盛の魅力を PR してまいりたいと強く思っております。これから私の特技である空手を披露するのですが、空手着には着替えるのではなく、私が尊敬する方からいただいたこの羊羹様のワンピースで空手を披露したいと思います。空手一つを全部やるには少しお時間をいただくので、今日の日のために少し空手の型をアレンジして披露したいと思います。よろしくお願いいたします。
頂戴いたします。それではまずはじめに、平様お願いいたします。はい、スピーナーです。素敵な方でありがとうございました。ミス沖縄2017年の選手大会に出られて3ヶ月からあって、その間そこで得られた、なんかものがありましたですか？私は昨年ミス沖縄選出大会にも出場したのですが、その時には惜しくも受賞することはできませんでした。その間に学んだことが、もっとお客様の視線に立って PR をしてまいりたいと強く思っております。青森が3年ということなんですけども、青森のどこが好きなんですか？私は最近までは青森水割りの飲み方しか知らなかったのですが、青森の女王を目指すようになってたくさんの飲み方があることに気づきました。特に好きな飲み方が青森をアップルピーチのシロップで割る割り方がとても好きで、それはとても色合いも可愛くて女性には人気の出るような青森の飲み方だと思っております。はい、特に若い人にですね、青森をこれからどんどん食べていってスーパーゲーしなきゃいけないと思うんですけども、スピーナさんが若い方に青森を進めるんですけど、ちょっとアイデアがありますね。それでは青森の女王になったつもりで PR してまいりたいと思います。皆様、青森の魅力といえば、まず低カロリーで、そして糖質はゼロ、そしてなんと血液をサラサラにするという研究もなされております。青森の飲み方は水割り、そしてロック、お湯割りとたくさんの飲み方がありますが、最近では若い方には紅茶割りやコーヒー割りなどもとても支持されております。はい、どうもありがとうございました。ぜひこれからも青森好きになってどんどん広げていただきたいと思います。ありがとうございます。平様ありがとうございました。それでは続きまして屋良様お願いいたします。レストランでは外国人のお客様がたくさん来られます。外国人のお客様は青森というのをよくご存知ではなくて、沖縄のお酒だよということを伝えるととても興味を持っていただけます。また飲み方もわからないという方が多いので、まずは食事と合う水割りからお勧めしたいと思っております。いろんな種類があるんですけれども、飲みやすいお酒がうちの、すがるとしたら、ちょっと変な質問かもしれませんけど、一番飲みやすいご飯というのは何ぐらいですか？私が青森の、先日青森の飲み方のレッスンというものに参加させていただいたのですが、その時に教えていただいた青森40度、それを40ミリ入れるのが一番おいしい飲み方だと教わりました。私も実際飲んでみて、とても飲みやすく、癖が強いなど、そういう印象は受けなかったので、皆様にも40ミリで飲んでいただければ嬉しいなと思います。40ミリというのは紙コップのグラスで約1/5、とても分かりやすい量でなっておりますので、おすすめの量になってます。ありがとうございます。はい、やらさまありがとうございます。さあ、それでは他に質問などございませんでしょうか？はい、よろしいですね。さあ、それではスピーナエリカさん、最後に皆様へアピールがございましたらどうぞ。今日は皆様寒い中お越しいただきありがとうございます。青森の魅力を少しでも実感していただけましたでしょうか？これからも青森の魅力を PR してまいりたいと強く思っております。ありがとうございます。はい、スピーナエリカさん、ありがとうございました。さあ、それではどうぞご覧くださいませ。はい、舞台でね、スピーチする時はすごく素敵な笑顔だったんですが、カラオケの
とすごく表情がガラッと変わりましたね。はい、素敵でした。ありがとうございます。第32代泡盛の女王の発表へと移らせていただきます。それでは審査員の皆様、どうぞお席へおかけくださいませ。誠にありがとうございます。すごく悩まれたということでございます。審査員の皆様、お席へおかけいただきます。砂川智音ちゃんのお母様、砂川智音ちゃん、長さんのお母様。さあ、それでは最終審査に進みました。10名の皆様に改めてご登場いただきましょう。エントリーナンバー1番、新里葵さん。エントリーナンバー2番、玉木千草さん。エントリーナンバー3番、田良間香織さん。エントリーナンバー4番、金城ひなのさん。エントリーナンバー5番、赤峰彩乃さん。エントリーナンバー6番、競り客優奈さん。エントリーナンバー7番、スピーナエリカさん。エントリーナンバー8番、徳永ゆえさん。エントリーナンバー9番、田中翔乃さん。エントリーナンバー10番、小鍋真奈さん。失礼いたしました、小鍋なるさんです。ハイブリッド車、レンタル車、軽自動車など両親でお買い得が。はい、さあ、それではいよいよ2017年度泡盛の女王3名の発表でございます。審査発表は沖縄観光コンベンションビューロー会長、平長慶様よりお願いいたします。それでは、審査員が本当に悩みになりまして、3名が選出されました。発表させていただきます。それでは第1人目でございます。エントリーナンバー3番、田良間香織様。香織さんですね。2人目でございます。エントリーナンバー4番、金城ひなの様。3番目でございます。エントリーナンバー7番、スピーナエリカさん。さあ、おめでとうございます。以上、3名の方々が新しい泡盛の女王でございます。さあ、それではここで平会長より本大会の総評をいただきたいと思います。それでは平会長、お願いいたします。本当に先ほど言いましたけども、非常に審査員を悩ませる皆さん10名の方が今回ご参加いただきました。それぞれにですね、沖縄の青森の歴史、沖縄の文化、そういったのほとんど皆さん熟知している方で、本当に誰がなられても、本当に、みんな10名とも素晴らしかったと思っております。たまたま審査でございますから、3名が選ばれたわけでございますけども、これからまた、沖縄の観光に対してですね、皆様がもっともっと、アピールをしていただければ大変ありがたいと思います。今日実は、ゴーヤーカチャーシが今日出ておりますけども、これは実は、韓国とですね、韓国は500名ぐらい、それから、台湾で1000名ぐらい、それから、香港で500名、それから、東京、大阪で500名の、実はいろいろ沖縄のナイトインがございまして、その時に、
ゴーヤー片足を出しましたら、ものすごく実は好評でございました。やはりそういったこれからいろんな発想で、あの飲んだ時のゴーヤーのつぶつぶ感がですね、すごく好感触でございました。そういった意味におきまして、沖縄の本当のその伝統文化である600年も続く泡盛をですね、ここに書いている皆さんももう一つ一つ口に出していただきまして、沖縄の文化をですね、世界にぜひ広めていただきたいと思っております。また今年2017年の3名になりました、ビス泡盛女王はもっともっと声を大にして泡盛を一つ世界に発信していただければと思います。本日はどうも本当におめでとうございました。今回の審査は平会長の総評にもあった通り、ファイナリストの皆様は、おつこをつけ難く、審査員の皆様も大変、苦労したようでございます。さあ、惜しくも入賞を逃してしまった皆様、本当にお疲れ様でした。さあ、残念ではございますが、これからもぜひ沖縄の名酒泡盛が多くの方へ愛されるお酒としてさらに発展していくことを応援していただければと思います。さあ、それではこれより第32代泡盛の女王に選ばれました3名へ賞状の授与と副賞といたしまして、賞金の贈呈を行いたいと存じます。授与していただきますのは、沖縄県酒造組合玉那覇美佐子会長でございます。さあ、それではまずお一人目、タラマカオリさん、どうぞ前へお進みくださいませ。
沖縄県青森の女王選出において青森の発展普及に秀でた熱意を示していただきました。沖縄県の素晴らしい文化である琉球青森を広く県内外へ PR していただくため、その活躍を期待し、あなたを本年度の青森の女王として認定いたします。2017年2月12日沖縄県市長組合会長そして副賞といたしまして賞金10万円が贈られます。おめでとうございます。続いて琉球雨漏り御賞角が贈呈されます。こちらもはい、先ほどもありましたけれどもすごく重たいので、はい、男性スタッフがサポートいたします。さあ、それでは続きましてスピーナエリカさん、どうぞ前へお進みください。認定賞2017年と沖縄県青森の女王スピーナエリカ殿、あなたは第32回沖縄県青森の女王選出において青森の発展普及に秀でた熱意を示していただきました。沖縄県の素晴らしい文化である琉球青森を広く県内外へ PR していただくため、その活躍を期待し、あなたを本年度の青森の女王として認定いたします。2017年2月12日、沖縄県酒造組合会長玉田です。おめでとうございます。おめでとうございます。そして、副賞といたしまして、賞金10万円が贈られます。そして、続きまして、琉球青森御賞角が贈呈されます。おめでとうございます。会長と高い握手を交わされております。会長ありがとうございました。さあ、そして本日は特別協賛されております株式会社 JAL JTA セールス様より沖縄東京往復航空券が贈られます。プレゼンターは株式会社 JAL JTA セールス販売部部長玉木力様です。お願いいたします。さあ、それではまず多良間香織さん、どうぞお進みください。おめでとうございます。それでは続きまして金城さんお願いいたします。おめでとうございます。それではスピーナエリカさん、どうぞ前へお進みください。おめでとうございます。玉木様、どうもありがとうございました。さあ、たくさんの副賞でございますね。嬉しいですね。ありがとうございます。さあ、そして今回惜しくも入賞を逃してしまいましたが、大勢の応募者からファイナリストに選ばれました7名の皆様には、最終選考大会への参加記念といたしまして、沖縄県酒造組合から後ほど三賞壺を贈呈したいと思います。本日はありがとうございました。さあ、それでは皆様どうぞ7名のファイナリストの皆様に今一度大きな拍手をお願いいたします。それではどうぞファイナリストの皆様お願いくださいませ。
さあ、それでは続きまして、現在ご活躍しております泡盛の女王から本日誕生いたしました第32代目の泡盛の女王へ、これからの活動を託す意味を込めまして、泡盛の女王のたすきの引き継ぎを行います。1年間やってきましたこの泡盛の女王、新しい女王の誕生としまして、たすきの引き継ぎでございます。それではどうぞお送りくださいませ。さあ、女王の皆さんがたすきをきれいにかけまして、一声コメントもありました。さあ、そして続いて祝福の花束の贈呈でございます。さあ、おめでとうございます。そんな言葉が聞こえます。ありがとうございます。さあ、元気の皆さんからの女王のたすき、そして花束の贈呈でございました。さあ、新泡盛の女王の皆様、本日は誠におめでとうございます。素晴らしい笑顔、そして皆様ね、本当にね、素敵な3名が誕生いたしました。そして現泡盛の女王の皆様は3月末までの任期となりますので、どうぞ最後まで頑張っていただければと思います。4月からは新泡盛の女王の皆様に活躍をいただきたいと思います。さあ、それでは最後に泡盛の女王に選ばれました3名の皆様に、今後の活動に向けて決意の一言をお願いしたいと思います。今の素直な気持ち、そして4月からの活動に向けての一言をいただきたいと思います。それではまず、タラマカオリさん、どうぞ前へお進みくださいませ。皆様、この大変嬉しい賞をいただき本当にありがとうございます。私はこの泡盛の女王として県内をはじめ県外、海外のお客様へ多くの泡盛の魅力をお伝えし、一生懸命頑張ってまいりたいと思います。今まで泡盛の勉強を支えてくださった家族の方、そして指導所の皆様、そして友人の方々、皆さんの期待にお応えできるように一生懸命頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、田中香織さん、ありがとうございます。それでは院長ひなのさん、お願いいたします。私は泡盛の女王になって、泡盛の PR もそうなんですが、私の泡盛愛を伝えて皆様に愛される泡盛の女王になりたいと考えています。1年間一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。はい、金城ひなのさんです。ありがとうございます。それでは SP のえりかさん、お願いいたします。
皆様の気持ちも受け取って、そして責任感をもっと持ち、これから1年間任務を務めてまいりたいと思います。皆様は今日から青森を飲んでくださいますか？ありがとうございます。はい、スピーナリカさん、ありがとうございました。さあ、ただま香里さん、そして金城ひなのさん、スピーナリカさん、本日は本当におめでとうございます。さあ、以上をもちまして、第32回泡盛の女王選出を終了させていただきます。本日はお忙しい中お越しいただきまして誠にありがとうございました。今一度新泡盛の女王の3名に大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございます。今年4月からの1年間頑張っていただけたらと思います。さあ、どうぞ最後にご来場の皆様、そしてマスコミ関係者の皆様、写真撮影どうぞご自由にということでございます。このお時間をお借りしまして、写真撮影のお時間とさせていただきます。